スピード落とさなあかんなと思ったんだけど、だん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 出てきて、はいはいはい、落とそうと思ったこう開いたんだけど落ちないんですよ。持ちた持ちた。ガソリンがなくなるまで回っと回ってたら、松竹芸能チャンネル AP デイの MC の風原健と飛び出す安藤です。お願いします。お願いします。はい。あのこのね、松竹芸能 YouTube チャンネルなどいろいろ企画やってるんですけれども、はい、坂井邦夫徹師匠の、はいはい、あの経歴を深掘りさせていただこうということで、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、はい、邦夫徹師匠、はい、徹師匠しかおらへん、はいはい、そのはい、その細い心持ちいや、だから、はい、あのなんかね、一人で喋ってくれって言われるでしょ、はい、だからマイクがこうセンターにあるでしょ、はい、どうしてもね、邦夫の部分を上げてしまうんですよ。そうしたらだから外れて俺喋ってるんですよ。あくせ怖いね。それは52年もやってたからね。いやそうですよね。だから僕らが生まれる全然前から、ね、いやそうですね、はい、やられてるということです。はい、で今回は邦夫徹師匠をよく知る上條武さんにも、はいはい、参加していただくということで、よろしくお願いします。邦夫徹師匠とは結構深い仲ということですけど、いやそう深い仲って言われたら、まあ今邦夫師匠がおられないので、はいはい、ちょっと深い仲と言うてしまう。まあ邦夫師匠が はい、いてまた深い仲、深い仲という深い仲ですね。そうもう大体ね、楽屋で会ったらね、はい、必ずあの上條くんに、はい、夜空いてるってもう捕まっちゃう、はい、深いですね。もう深いよ。邦夫師匠は、はい、歴代こういろんな自分の好みの好きなね、あの後輩の芸人の人を見つけるとかね。そうそうそう、あ、はい、だから僕の先代は松田岡田岡田さん、あ、はいはい、先代とおかしいけどね、はい、そっから僕になったんですけど、邦夫師匠が追っかけるけど、なんか僕は邦夫師匠のグッと行きましたから、ね、歴代でも相思相愛としてそうけど、世話になったね。邦夫師匠にも、はい、ほんといろいろお世話になりまして、いいえ、そうではないですよ。もう大変だと思いますわ。だいたい飲みに行ったらね、一軒じゃ済まないからね、はい、あ、もう8585だから、そうそう、もう帰る時に夜中はもう3時4時とかになってますからね、うん、結局家まで送ってもらったりとかしたわけです。最後だから邦夫師匠をこうお姫様抱っこして、はい、はい、一度なにわ筋の植え込みに引っかかってこけて師匠はその、あの低い植え込みに頭から突っ込んでしまうんですよ。で頭から血を流した邦夫師匠に俺が土下座してたら、邦夫師匠が体が嬉しいって言ってんの。ちょっちょ傷だらけになってたね。傷だらけになってたね。いや、本当仲良くさせていただきました。ありがとうございます。昨年10月に邦夫師匠が、ご逝去されまして、はい、今年の2月に全国公演があったんですけども、うん、その時のパンフレットの内容がですね、うん、面白いという評判になりまして、はい、あ、そうですか、はい、それをちょっと見ながらちょっと深掘りさせていただければという、あ、こういうやつやね、これね、これ、はい、師匠ね、あー、そうですね、すごい、これもね、邦夫師匠もこれいい顔されてますよね。これね、タピオカ初めてね、あ、飲んだっていうか、あの伝説の、そうこれなのよ。タピオカをこの時初めて飲んだよね。なんか新しいもん見たらみんな相談するわけよ、はい、どうタピオカってどんなのとかって言うからね、はい、うん、そしたら会社の人が飲みますか言うて、で飲んだらこれこのやっちゃってそれが嬉しい代わりだし、パンフレットになってしまった。話題のもの好きやから、そうなんけど、どうやって飲んだらいいのとかね、わからないんで、うん、あの時あのクレープを初めて食べた時に、はい、どうやって食べるのかなって見てたら、クレープをこう開いて、はい、中ちょちょっと食べて、その包んでたそのやつバーッとそれがクレープですって言って、包みやと思ってた、全然意味が分かってへんかったからな。いやいやいや、1970年、はいはい、コンビで、相模、三太両太入門、はい、はい、青戸で初舞台、木馬館浅草演芸場の舞台立つ、タップ踊り歌など稽古に励む、はい、それは邦夫ですよ。あ、うん、これじゃ邦夫師匠、これはタップ何もできへん、もう邦夫がね、あの1970年にまあ結成しましたけどね、はい、8月か9月ぐらいなんですよ、はい、だからその間はまあ邦夫は別のコンビとやってたんです。ああ、そうなんですか。そうなんですか。で、あのコントコマーシャルって名前が、コントコマーシャル、放送禁止みたいなことばっかりしますけどね。今度コマーシャル。だから、はい、そのコマーシャルで、はい、で解散したから、はい、で僕もね、ちょっとヌード劇場で見習いみたいなことは、あのコメディアンみたいなことやってたんですよ。はいはい、あの、たけしさんとかなんかは、いや、あの人は和作さんのフランス座でしょ、はいはいはい。私ね、どういうわけか、上野のフランス座ってのあったの。
おお、うん、そこにコメディアン養成があったわけですよ。はいはい、うん、その時ね、多分知ってるかな、ラッキーセブンって知ってるかな。ラッキー池田さんしか知らないですね。またポール・マキさんっていう。あ、ポール・マキさんはあれラッキーセブン。あ、ポール・マキさんがコンビを組まれたんですか。そうそうそう、へえ。だからそれがラッキーセブンみたいな、はい、その人が主催したコメディアン養成所なんです、はい、そこへ僕が入ってたんだけど、だから証明したり切符切ったりやってたわけよ、はい、ね、うん、でだから 2,3 ヶ月やってたら、はい、うん、もうここから出たいな、最初はドキドキしたよ、その緊張しますよね、うん、証明もやらなあかんから、はいはい、証明もやる、ガーまたこう揺れたらめちゃくちゃ怒られるんでしょ、当時の興奮しながらザーッて目つきがいろんな色変えてね、はいはい、やってたらね、はい、ピンクとかかけたらね、ぼやっとするでしょ、はい、それから生かけたんですよ、生かけの、よく見える、いやだから生に見えるやつですわ。ああ、青とか、はいはい、ピンクとかあるやつです、はい、生をかけて、はい、グッとかけたら、はい、驚くさっき男、男、怒られた生かけるなー言って、やっぱぼやっとしたとこがいいわけだからね、序盤からドキッとしてちょっとなかなかイメージな、ピンクとかそういうなんかイメージがね、ありますけど、照明かけるとやね、だからいろんなこうね、あの色変えない塩が見たかっただけじゃん、はっきり見えるから、そういうところが始まりなんですね。そう芸人になるのにね、はい、劇場から始まるのかみたいなんで、はい、俳優出たかったんですよ。ああ、そこはね、始まり本当にたけしさんみたいな。そう3ヶ月、ね、臨時のコンビでね、はい、上条君は知らんと思うけど、あ、昔あの笹一平やっぺっていう人がおってね、あるような、はい、その人のお弟子さんで笹一郎とか言ってたかな、はい、うん、その人も言ってたわけよ。でラッキーセブンのお弟子さんのラッキーチャンスとかそういうのがまた全然知らん。俺友達松竹の後輩の話してる時友達こんな気分だから、はい、そこであのもぎりってさ切符こうね、こう切ってお、はいはい、入れるんだけど、はい、そこでずっと待ってたら高校時代の担任の先生が入ってきよって、ストイックに、したらやっぱまだね卒業して1年からそこ2年ぐらいかな、はい、1年ぐらいやな、はい、だから知ってるわな、その担任が、はいはい、あの罰悪かったやるの、はい、こんなとこで働いてんのかやんなってとか言うて、向こうが、お互いですよね、時間あるかとか言うて、はい、喫茶店でも行こうか言うて、結構入らずに喫茶店で、あ、そうですか、ごまかしたんすね、多分ね、あの東京へ出てきて、はい、あの時間がね、電車まであるから、はい、時間つぶしに多分入ってきたんやと思う、はい、お前言うたんじゃん、先生、生かけて一番前で見て、生かけてやっからよ、いつサービスする結局ミス2回あったけどね、あ、まあそんなまあ生活したんだけど、ほんで、あと国王の方がやね、はい、そのコンビ分かれましてね、はい、ほんで、また相方を探した時に、はい、そのフランスで私がいることを知ってるから、はい、一緒にやらへんかってこう来た、はあ、そういうきっかけやったんですね、うん、そうほんで、生かけてた時に、うってやってるのが国王師匠やった僕もね、早くここ劇場出たいし、はい、うん、じゃあやるかっていうことになったわけよ、はい、ほんで、だから、ほんで国を通るで、名前はどうする言ったら、そのコマーシャル。あ、そのまま流れて。まあ、だから向こう3年ぐらい先輩やし、はい、うん、芸歴ね、あれだから。ほ、は、ん、い、で、あ、ようやくこうやって普通のお客さんのところでやれるかなと思ったら、国をは前もってヌード劇場のコースを取ってたんですよ。ようやくここのフランスに出れると思ったら、はい、最初の舞台がヌード劇場やった。あながち嘘じゃなかった。あ、音って書いてたんでしょ、だから。はいはいはい。だから、これがそのヌード劇場だったんですか。そうそうそう。あ、ええー。これはちょっとこうやってごまかしてってことですか。せっかくヌード劇場から出たのに、あ、初舞台がヌード劇場。もちろん勝ったわ。ちょっと待ってください、塩。これね、これまだ2行目なんですよ。そうなんですよ。そうか。塩、さっき、あの、もう本番直前、喋れん、どうしよう。じゃないじゃない。一人でできまんの。バンダンいけますよ、塩、ほんと。ネタの方はね、だから前コンビ組んでたから、はい、それを、あの、要するに、つぼ振りのネタだったし、あの、藤純子がね、前世の時やったから、ひぼたん、おりゅうさんから言うのかな、あれは。あ、知らないか。すいません名前が下り坂のお玉とか言うて、それで一緒で鉄棒掘りで揉めて、はい、ここであの立ち回りになるというやつを、はい、それを国尾は口立てで言うんですよ。台本ないんだよ、前のコンビでやってるから。それを私にやる、
俺最初びっくりしたから、だからそれやっぱ台本があんのかなと思ったら、はい、口立てなんか大衆劇団みたいな、もうその頃から女装やってたから。そうやったんですね、うん、あ、これで上条が先に喋ってたでしょ、はい、あの自分が出てたちゃうかとか、はいはい、まあ、それ似たようなものなんだよ。要するにあの時からカツラかぶって女装して、ほんで白塗りしてあの芸者で出てるから、最初お客さんはあの踊り子さんが出たと思うわけ、はい、それで 4,5 分の踊りを踊りはん、ほんで踊ってわーっとかやってって、こうやって拍手が終わってバーっと、これから抜いてくれるのかなとお客さん思うでしょ、はい、ね、バーっとこれしてから女やと思ったやろ、男やざまみろから始まるわけ。すごいつかみる。すごいつかみですね。そうそうそう。いや、ほんまだから、ま、僕なにわ座でやってたじゃないですか、イベントで、だからその入りたての時あれ見て、あ、こういうの もっともっと古い時代からやってたってことだった。そうそう、だから始まりがそうなんです、うん、始まりがそうだ、漫才はその後だからね、うん、それ東京から、うん、ですぐにこっち来たんですか、この関西来たんですか、うん、いや、そうじゃないんだよ、それ回ってね、で、まあ名前のこともあるんだけど、はい、コマーシャルだと、はい、あの新聞の番組表に出たらコマーシャルって書いたら、これこうチャンネル変えられるやろ、はいはいね、はい、それもあったから気にしてたわけよ。で、松竹演芸場って浅草にあったわけ、はい、うん、そこに出れることになって、そしたらなんかその松竹の重役さんが、じゃあ名前つけてあげよう言って、そこの時はマントマンなわけわからないでしょ、男と男という意味らしいです。ああ、マントマンで、ああ、うん、そうそう、はい、それで、うん、東京でやってて、はい、それで浅草に出てたら、要するに名古屋にも補正劇場があるよって話、はい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 、あのヌード劇場よりも普通のね、寄席のお笑いを求めるところに出たかったんで、じゃあ名古屋お願いしますわ言うて名古屋行ったら、関西の芸人さんも半分半分ぐらい入ってるんですよ。ああ、なるほど、なるほど、はいはい、あの時にいたのがね、まあ、文福さんは知ってるか、かつ、ああ、もちろんす、うん、あの人の方は、はい、まあ、若手の頃とね、はい、これザコンチがいたんだけど、あ、今のおさむちゃんじゃないのよ、別のコンビだった。へえ、そうなんですか、うんうん、おさむ師匠じゃなかったじゃなかった、里見正人師匠と、そうそう、うん、僕らだから、うん、名前はちょっと忘れたけど、はい、正人君は一緒や、ね、正人君がやってたんだけど、はいはい、でザラッキー言ってね、あ、はいはいはい、ジャグラーやる人、わかります、わかります、その人とし、あの親しくなったって、はい、そしたら、いや、大阪には陽気あるよってことになったわけですよ、はい、あの頃やったら松竹やったら、要するに新幹線でしょ、で神戸松竹でしょ、加藤だでしょ、で吉本はね、梅田でしょ、難波でしょ、で京都でしょ、梅田にはトップホットいって東方系の劇場7つもあったわけ、はい、うん、それで、じゃあ大阪へ行けますかねってことになって、そのラッキーの師匠佐々木さんっていう人なんだけど、その師匠からじゃあ紹介してあげるよっていうことで、大阪へ来ることになった。へぇー、きっかけで。そうそうそう。あんのもうへぇとかしか言うてません。わかる。頼むわ、ちょっと。すいません、ちょっと。なんで師匠が一番喋る。いや、ちょっと。大阪来られたということで、徹、はい、師匠の、まあ、事件というのが。国雄の方じゃないの。あ、ごめんなさい。国雄師匠の。そうですよ。はい、国雄師匠の、はい、事件と。完璧やから。あまりミスはしないの。はい、国雄師匠。ミスするのは国雄やから。いや、そんなことないでしょ。師匠そんなことないでしょ。師匠、ほんとちょっと、あれだけ、ちょっとすいません。ちょっとあれだけ聞きたいんですよ。横山やすし師匠。ああ、はい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 。やす師匠といえば、まあまあ、ほんとな。すごい仲良くさせていただいたんですよね。そうそうそう、まあ、いや、要するにね、僕らを紹介してくれたプロダクションの人と喧嘩してしまって、はい、それで吉本辞めなあかんような状態に入ったんですよ、はい、そしたら安師匠が「じゃあ俺に任しとけ」言うて言うもんやから、はい、それで安師匠の付き人みたいにしてずっとついてたわけです、はあ、最初は2人でついてたんだけど、はい、安師匠のちょっと横暴さがあるんでねまあ、ちょっと怖さもあるんで、はい、国雄はちょっと撤退しましてね、はい、俺がずっと、ね、ついてたわけよ。根性あるっていうそしたらね、上野島に住んであったんやけど、そこ の、 あの、はい、車庫のところにね、はい、モーターボートのエンジンが5つぐらいあるすごいよ。そう、上野島行ったんですか、そうそう、あの堺のね、そうそう、車は入ってないんだけど、はい、もうそのエンジンだけバーッと入ってる、はい、月に 2,3 回は、はい、あ、そのボートの練習、横山レーシングチームっていうのもあった、はい、で、乗ってはるから、ボート、いや、それがだからどういう乗るつもりはなかったんよ。まあ、ヤスがバーッとこうね、練習して、はい、で、このボートな、向こう岸へ持ってってくれって言うんですよ、はい、
だから、初めてです、ほらもう簡単やがな、これがバッてやってグーッとこう押したらグワーッていくから、あれ緩めたらこう戻ったら戻るからみたいな感じのこと言うて、雑な説明、そうそうそう、雑な説明ですね、だからあんまり聞いたらまた怒るから、ああなるほど、でも1回で聞くから1回で何で聞いたら分かんねえみたいなことでやられるから、ね、だからまあ分かりました言うて一緒にエンジンがかかってて、って言ったらね、調子切ったわけよ、だん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 言うて、スピード落とさなあかんなと思ったわけ、だんだんだん出てきて、はいはいはい、落とそうと思ったこう開いたんだけど落ちないんですよ。それそのままブワーッていくわけよ。これやばい思って、はいはい、両端ね、コンクリートの壁やねん、はいはい、あそこに 2,30 メートルがあんのかな、はい、あの両端までね、はい、だけどこのまんま行ったらそのコンクリートぶつかりそう、はいはい、慌ててやな、もうとにかく回ろう、もう、はい、回らないもっきたもっきたガソリンがなくなるまで回ろう、ガーと回ってたら、なんかの弾みでビタッと止まった。あ、よかったですね。ボディーのずーっと回っとったんですね。そうだ、ブワーそれを、それを国王長がずっと、もうだから上条ずっと徹ちゃん待ってんだもん。ずっとだいぶ命の危機やったわけ、そうなんです。だからなんか説明が分からなかったんだけど、はい、要するになんかここにボタンみたいなのがあるんだよね、だこんなやってる間にそのボタンを押してもたんだろうね、そうしたらね、スピードがもうこっちにしてしまうんですよ。だもう一回グッとこうひねったら戻るらしいんだよね、はい、それはでも説明いりますよね、絶対ね、そう絶対いりますよ。走って向こうまで行って あそこの岸を置けって言われただけやから、もうある時多分俺はひょっとしたら死んでたかも、今がなかったと。いやでも国雄師匠はちょっとやっぱ持ってたんかな、はい、俺その壁の話とか聞いてなくて、はい、国雄師匠はずっと回った後そのまままっすぐ行って、はい、父ちゃんが海に出たの変な盛り方してますか。海に出たの川から海に出たの、はい、川でぐるぐる回ったのに止まったんだけどね。それでね、まあ、やっぱりね、北東師匠はね、まあ、いくらかは東京来た時はお金持ってたんだけど、はい、だんだんとお金が心細そうになってきてね、はいはい、ここで、まあ、やっぱりそのプロダクションの人もあんたバイト制みたいなことになったんですよ、はい、それから国は、いや芸人はね、芸人以外ではね、お金は稼がないとか、ね、割とプライドきついというか、ね、いやでも昭和のね、はい、芸人さんみんなそうですもんね。そんなこと言うからしゃあないから、私はね、はい、バイト行ったんですよ。まあ、最初行ったのがね、冷暖房のね、缶を作る、上のこの天井裏の管、はい、みたいなの作るんですよ、はい、うん、それの会社へ行ったんですよ。だからそのまた朝からもうね、カン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 やって、はい、で夜だいたいもう9時半ぐらいにしか帰れないんだけどね、はい、もうある時はその仕事終わってもう汚れたままでさ、はい、アパート帰ったら、真っ暗なんだよね、はい、部屋がね、はい、あら、どっか出かけたのかなと思ってね、で鍵開けようと思ったら、あら、鍵開いてるかなって、真っ暗よ、はい、でガラガラっと開けて一歩あんた出したらね、おかえりって言って正座して待ってはったんや、国王将が、うん、いや怖っ、ほぼ何してんねん。真っ暗ですね。そうそうそう、はあ、幽霊かなんか、はあはあ、泥棒入らんやろ、足りないんだから、はあ、そしたら何してんねん言うたら、いや電気がつかないのよってのこと言う。電気がつかないってこれどういうことやねん、なんか使ったかと、なんかアイロンはかけたような感じみたいな、はあ、それでブレーカーが落ちたみたいね。なるほど、はい、うん、だからそれブレーカー上げればね、つくんだけど、何も知らないですからね。知らないでしょ、この世間のなんかこのことを知らない、システム自体も分かってないという。そうそうそう、だから私が帰るまでずっと暗くなってからずっとなんか暗いところにおったらしい。だから浅岡幸治さんみたいな方やから、本当に何も分かる、財布とか持ったことないみたいな、そうそうそう、どうしたらいいか分かる、はいはい、でカチッと上げてあげて、あ、そうそう、上げて、それですぐチョッキバイして、それついた、うん、みたいな、あ、そうすればよかったね。言うからさ、探してる形跡もなくってことですよね、そんなんが多いのよ。あと、キュウリ事件とか、俺だったらね、だからキュウリ2本買ったら2日間持たそうとするわけよ、1本で1日分の料理を作る、そう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 、はい、2人で、はい、要するに1本で済まそうと思ったのを、はい、国王に任すと全部切ってまうわけや、あ、全然ある分を、あ、はい、明日の分に置いとかなあ、あ、いや、何のために日本買ってきて、
みたいな、そんな感じ。ああ、あるものを全部使ってしまう。そう、あるもの使ってしまう。だからわかめでもやね、はいはいはい、買ってきて味噌汁作ろうと思って、それでなんか鍋の中へそのわかめ入れて味噌入れて、はい、ずっとやってたみたいな。そしてようよう見たらね、鍋の蓋がブワーッとこう上上がってるんだよ。買ってきたやつ全部上がってる。あ、分量とかも気にせず。そうそう、そう、蓋がもう持ち上がるから、もう膨れ上がってしまう。はい、だから味噌汁がなくなってる。ただのわかめ。そうそう、わかめしか残ってない。膨れ上がって全部。そうそうそう、これ何回でも使えるんでしょうか、そんなね。はい、2人で食べるだけやから、それを全部入れたんだ。いや、お茶目やからさ。そうそういうなんだら、そういう、はい、下積みがある中、1980年、はい、この動画が良かったと思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。